2020年2月ミッドレギュレーション予想。どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ本日はですね、まあそろそろ KC カップが始まるということで、まあ、KC カップ前恒例行事のリミットレギュレーション予想をねしていきたいと思っております。リンクスちょっと特殊で、まあ、KC カップとか終わったタイミングとかで結構、まあ、リミットの規制とかが発表されるんですよ。なんかその時期がここって決まっているわけじゃないんですけどね。まあ多分またなんか何かしらのリミットが発表されるということで、まあ、それを予想していこうという企画でございます。スキル部門とカード部門に分けて発表していきたいなと思ってます。で、内容に関してはあくまでも予想です。個人的な見解、個人の独断および偏見、こちらが入っておりますので、こちらをねご了承いただきながら、最後までご視聴いただければなと思っております。それでは早速スキル部門参りましょう。スキル部門に関してはですね、まず一つ目、惑う将来。規制分、我々の意図しない使われ方をされすぎたので規制しますということで、まあ、これ結局そのアレイスター確定で引いてくるだけの、スキルになっておりますので、現状で、まあ、もちろんプルガトリオっていうね、リンクスにいてはいけないカード、リンクスに存在してはならないカードがありまして、プルカスワンキルっていうね、なんかもうほんとひたすらに横行しておりますので、まあ今回の決心でもね、ある程度召喚獣結果を残すんじゃないかなと私は思っているんですが、まだまだ強いから、まあ、結局猛烈がめっちゃ強いからね。なので、まあ、そういった意味を込めて、まあ、多分このスキルに修正が入るんじゃないかなと。アレイスターに修正っていうよりかはなんかスキルに修正入れた方がまあいいのかなと個人的には思ってます。結局そのアレイスターの召喚中デッキってアレイスターを確定でコズミックサイクルの1枚から引くっていうのが強いから、まあ、そこに何か修正が入るんじゃないかなと個人的には思ってます。で、修正案、このスキルを修正、このスキルを修正じゃない、このスキルを使用するターン、自分は魔法使い族モンスターしか召喚特殊召喚できないとか、まあ、こういうね規制のされ方、まあ、もしくはライフポイントを、まあ、最初1500だったかな、確か1500とか1800だったんだけど、1回1000に、戻したんですよ。これ情報修正 したんですけど、結局はい、すいません強すぎましたみたいな、させ強すぎましたさせみたいな感じでもう1回元に戻すみたいな、1800になるとかいうことはありえるかもしれない。はい、というわけで、まず1つ目は魔導将来候補ね。でもう1つ、墓所封印について、墓所封印についてなんですけども、これ皆さん気になってると思うんですよ。結局今石津しか見ないと、ランク戦石津だらけと、キャラゲーって言ってるのに石津しか見ねえ、遊戯王石津リンクス落ちと思ってる方いらっしゃると思うんですが、墓所封印必要悪なので規制しません、このパターンになるんじゃないかなと思っております。まあ、ディスコードのメンバーとかともね結構、まあ、話し合いまして、で打天使とか知らない対策に結局その墓所封印がないと勝てないと、まあ、そういう環境なわけですよ。で元凶墓所封印が増えている元凶って打天使とか知らないを倒すためだと。じゃあその打天使とか知らないをそもそも根本的に弱体化をさせれば、まあ墓所封印、墓所リンクスにはねならないんじゃないかっていう話はありまして、なので、打天使とか知らないに手をつけることによって墓所封印はとりあえず、まあ今後のことも考えてね、その墓所封印だと勝ってないっていうデッキこれからも出てくる可能性ありますから、全然なので一旦ここはほっとくっていう、スキルはほっといて、まあその根本の元凶であるデッキに手を加えるみたいな、まあ、そういうイメージだと個人的には予想してます。でじゃあ墓所封印、まあそのままにしといて、打天使とか知らないをじゃあどうやって対策していく、対策っていうか、まあ、どうやって手を加えていくか、どうやってメスを、ね、入れていくかっていうと、まあ、これね、まずは代償、代償というスキル、代償というスキル、まあ、規制分全く代償になっておらず、何の代償なのか意味不明だったので規制しますということで、これも読んで字のごとく意味不明です。これに関してはコナミさんも学んでください、そろそろコナミさんそろそろ学びましょう。単一制限がないとかそういうスキルに関しては絶対に悪用されるので、もうどんな理由があろうと単一制限とかはつけてください基本的には。で代償ね、ひたすらにその1000ライフ減るとデッキトップ1万墓地送るっていう回復しながら、もう打天使ただの代償系になってるんで、もう完全にもうデッキトップ追放送られるのもなんか嫌じゃないですか、もう見んのも嫌でしょ、あれ追放トップ追放落とすマジであれ犯罪やから、あれ
普通にリンクス軽犯罪法違反なんだあれなんで、それに関しては規制かかるんじゃないかなと思ってます。で打点子デッキ、は、まあ、一応代償じゃなくてもディスティニードローとかでも結構強いんですよ。だからまあ多分、まあ、その辺のディスティニードローとかで逃げ道を作ってまだまだ打点子活躍できるんじゃないかなと個人的には思っておりますが、まあ後でねやるねカードのリミットっていうのを、ね、ちょっと潰そうかなと思ってて、でカード部門、次ねスキル部門がおりましたね。カード部門いきたいと思います。まあ、他にもねスキル候補修正されそうな候補はいくつかあるのかもしれないけど、まあ、一旦この辺かなっていう感じですね、環境的には。でカード部門は、まず一つ目は隣の芝刈り、もういよいよですねこれに関しては。まあ、OCG でもねしっかりとリミットに入っているカードなんですけども、このカードは、まあ、規制分ね、特定のデッキとの相性が凄まじく、すべてのデッキにその対策を余儀なくされていたので、規制しますということで、まあ、多分これもうちょっとね、規制分はふざけてくるんじゃないかなと、思うんですけど、これに関しては、芝刈り知らないのデッキ、あれやってること頭おかしいんだよ、あのデッキ。あのデッキだけなんか異次元の、なんかその未来から来たみたいなデッキなんで、なんかね、やってることおかしいんですよ。アドバンテージの稼ぎ方がなんかもうなんだろうな、まあ、なんか幼稚園児となんかプロボクサーみたいなそういうレベルの格差があるんですよね他のデッキと。なのでこれに関してはこのパワーカードは多分ねリミット1とかなんじゃないかなと。リミット1とか、まあ、リミット2にするっていう選択肢もあるのかもしれないけど、リミット2にしても結局その魔法の使い手でなんかリミット2のカードを他に入れないで、隣の芝刈りだけ入れてっていうことはまあできるんで、まあ、あんまり意味ないかなと思って。でリミット1であれば魔法の使い手使っても引ける確率ってかなり低くなるんですよ、書店に行ける確率がね。なので、まあ、この辺は妥当なんじゃないかなと思ってます。で他のねネタデッキとかに結構隣の芝刈りを結構使うっていうパターンあるんですけど、ネタデッキとかであればアンリミットルームっていうのが今実装されまして、まあ、そこで使えばいいんで多分ね大丈夫しないと思うから、その辺のデッキは別にランク戦でネタデッキ使うってわけじゃないから。なので多分これは問題なくリミット1にぶち込んで私はいいと思ってます。で2つ目、これが一応規制のリミットレギュレーション要素の最後ですね。打点子ディザイア、これねこれがダメなんだよね。その結局打点子ってあんだけ展開できる癖しやがってディザイアでワンキルもできるんですよ。これが良くない結局。だからディザイアをリミット1にぶち込んで、ああ違う、規制分ね、規制分は安直にデュエルを終わらせるカードでしたので規制しますということで、これリミット1に規制 して、親族とその併用できる、併用することができなくなる。そうすると何が起きるかっていうと、あの打点子ワンキルが取りにくくなる。ワンキルデッキに寄せるのか、デザイアでね、デザイアでワンキルデッキに寄せるのか、それとも親族で相手のカードを無効にしていくか、どっちかの選択肢しか取れなくなるんで、そうすると打点子も少しスピードが落ちるんですよね展開の。まあ、一応親族があるから相手のその何モンスターの効果を無効にして耐久するみたいなデッキにはもちろんできると思うんですよ。ただ打点子デザイアが入ってないっていうのはかなりでかいですよね気持ちとしては。その状況が飛んでこないっていう、まあ、多分ルシフェル軸とかになると思うんですけど多分ね、そういうまあデッキになるんじゃないかなと思ってるんですよ。そういう風にした方がいいと思う。打点子デッキのパワーがと知らぬデッキのパワーが強すぎるから、まあ、これの2つあたりを、まあ、カードのリミットっていうので、まあ、ちょっと殺してある程度環境を操作してまあ来るんじゃねえかなと予想をしております。でじゃあ仮にこのリミット通りとなった場合、その場合ね、まあ、ここに書いてあるように、打点子と知らぬパワーが相対的に低くなると、修正によって。だから墓所封印を採用しなきゃいけないっていう風潮が少し和らぐと、まあイシズリンクスからの脱却、遊戯王イシズオバハンリンクスからの脱却になるんじゃないかなと。まあ、それから召喚獣知らぬ打点子あたりのパワーが低くなると、まあ、ブラマジとかサンダードラゴンサイバードラゴンあたりが強くなるんじゃないかなっていう。あとブラックフェザーとかね、まあねサイバーブラマジ環境なのはね、まあ、キャラゲーとしても結構いいと思うんですよ。いいと思うんですけど、まあ、そればっかりになりそうなのかね、ちょっとまあ若干どうなのかなっていう話はあります。で、打点子が環境トップレベルを維持しすぎたので、環境の、まあ、固定化の観点から、まあ、そろそろ牢獄行きですかねって思ってます。はい、まあ、機械天使みたいなもんですよ。はい、あんな感じ。機械天使そろそろなんかリミット解除していいんじゃないかなと思いますよね。まあ、一応リミット解除予想は機械天使と思ってます。で、打点子はおそらく、まあ、ディステントロー型なのかにシフトするんじゃないかなということと、ワンキルヘリソロンでこうなれば、まあ、結構いいんじゃないかなと。で、あとは知らぬいも芝刈りこそできないけど、わらじく知らぬいが十分にね、十二分にってか十二分に強いんで、全然問題ないかな。
まあ、こんな感じでどうでしょう、コナミさん。おそらく私ね、まあ、コナミさん多分ね、この動画見てくれるんですよ。多分ね。だから、この通りの、この通りのリミットになるんじゃないかなと予想してます。環境操作来た。環境操作は俺たちだ。俺たちの手で環境操作しよう。というわけで、皆さんもね、なんかこういう、なんか案あるってみたいなのがあれば、コメント欄に残しておいていただければなと思っております。それでは、また次の動画でお会いしましょう。次のリミット答え合わせ動画でお会いしましょう。バイバイ。